はい、自分のねスケトーダラを倒してもらってゲットですね。倒してもらってゲット。はい、これもね、自分の赤同士ですけど倒してもらってゲットですね。倒してもらってゲット。はい、サブアカのね、半分以下の削りのお助けでゲットです。自分のアカウント同士でもゲット。はい、フレンドさんのねスケドーダラをね半分以下の削りだけど倒しきってゲットです。倒しきってゲット。はい、どうも、妖怪チプニプニ、今回もやっていきます。500ポイントゲット。はい、今回もね、昨日ちょっと元気のリンクの入手方法を話したんですけど、3赤使った無課金攻略、まあ予定通りね、集まってますんで、その進捗とね、あとはまあどんな風に落ちたのかっていうのとね、あと今後の進め方についてもね、また話していきたいと思います。一応これがメインアカウントでスケドダル24回、結構いってんね。まで交換なしでサタン5回まで来ました。でまだ交換してないね。でよいしょ、なんか2個ぐらい落ちたかな。1個、あれ1個か、あれ1個か。はい、5個ですね。あれ2個落ちてんね。うん、なんでちょっとどっか見逃したね。で一応今回は他のちょっとサブアカも紹介するけど、ログインボーナスでね2個もらえて、でここでね交換で7個勝利で1個で、お助けパワーで1個の9個、11個ね、11個もらえた。あとはね今5個ドロップですけど、何個ドロップできるかって感じかな。はい、じゃあちょっと2番目のアカウントの進捗まずお伝えします。はい、これが2番目のアカウントで、現在26回、これも5回までいってますね。スキルまでいってますね。で元気ドリンクは交換しなくて3個で、よいしょ、1個2個、これも2個かな。はい、2個ドロップで同じくね5個になってます。一応特攻はねまだガシャ引いてないんでね、なしって感じになってます。はい、じゃあ3番目のアカウントいきましょう。はい、これ3番目のアカウントで現在23回の、これも5回までいってんね。いいね。でただね、元気ドリンクこのアカウントは1個しか落ちなくて、そうこうやって落ちない時もねあるんで、まあ気楽にやった方がいいかなって感じですね。うん、まあやってれば落ちてくるので1個、2個、まあ今回2個ずつですね。はい、まあまあいいんじゃないでしょうか。ということで3個ね、5、5、3、13個ですね。まあ2日目で13個だからまあまあかな。はい、じゃあメインアカウント戻りましょう。お助けパワーもね3アカウント同じぐらいな感じですよね。はい、じゃあメイン戻ります。はい、メインアカ戻ってきました。一応13個ね3アカでドロップということで、まあ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 ですね。一応ね各アカウントサタン5まで行ったんで、まあ6はね、6までね私は元気ドリンク使わないで倒したいなと思ってます。いつもそうやってますね、無課金攻略ね。で一応なんか今回のドロップはまあ本当はね、このおはじきで半分以上ダメージを与えるとご褒美が増えるって書いてあるんですけど、まあまあまあ、で一応ねサタンの方がご褒美いいはずなんですけど、まあ、今回も私はスケドーダラの方で落ちてますね。で一応倒しきるといいよって言ったり、とにかくね、序盤、まあ、無課金でやる人はね、序盤の3日間は基本的にお助けしていなかったら自分の進めるみたいな形でやってるよっていう話をしたと思うんですが、まあそれをやってこんな感じですね。であと今回は倒した、言ったっけ、倒してもらうで結構落ちてるのと、あとは自分のアカウント同士でもね落ちましたね。うん、なんでただ今後はね、ヒットポイントこうやって上がってくるので、まあ、いつも言ってるね自分の3アカ1人のフレンドさんと友達になって、まあ、このね7000とかだって1アカウント特攻なしだとね1アカウントだけだったら倒しきるの大変なんですけど、3アカフレンドになってればねトリプルアタックで確実に
倒せると思うので、はい、そんな感じで今後中盤以降になっていくと3赤ね、1人のフレンドさん友達になってると本当倒しやすくてね、その中で元気ドリンクね、特にねこっち、まあこっちもスケトウダロでもでかいんだけど、サタンもね今後5とか6とか7になってて、あやってるなって時はね、必ず一撃お助けすればね、ポコって落ちますので、はい、3回お助けしてね1回落ちたら相当確率としてはいいので、はい、ぜひね3赤を1人のフレンドさんとね友達になるのがいいと思います。まあ面で、ね、なるのも結構ありだけどね、3赤1人のフレンドさんの3赤と自分の3赤 3×3 で友達になるってのもね、まあかなりありなのかなと思うんですが、まあ序盤はねあんまり、あとずっと言ってるんですけど、いろんな人をお助けした方がいいので、あといろんな人にお助けしてもらった方がいいので、序盤はねそれだとねあんまあれなんですけど、ただ終盤になると、そう今後ねの話すると、終盤になるとねスケトウダラも今だと自分のアカウント同士であんま落ちないんですけど、レベル40超えてくると自分のアカウント同士のお助けでもやっぱり倒しにくくなってくるんで、スケドルダラもね40だと結構落ちます。で50だとさらに落ちやすくなってくるので、まあマックスがね50回なんだけど、うん、あレベル50かスケドルダラね、まあなんでその子はね終盤は終盤で倒しづらい分ね落ちやすくなるんで、終盤もね元気力落ちるので、まあ序盤はね本当なるべく節約してね、さっきも言ったけど6回までは。で、最近はね、1アカウント出た特攻で、他のアカウントは全部お助けみたいな感じでやってるんですけど、まあ、それでもね、前はね、3赤クリアできたんだけど、最近は1赤攻略になってるかなっていう感じですね。まあ、とにかく倒しきる、倒してもらう、いろんな人助ける、3赤フレンドになって、さらにいっぱい助けるみたいな、そんな感じで頑張りましょう。でね、一応今回、超アップ来てるんだけど、一応これ特攻としてはね、魚の方の特攻になってて、あと隠しステージのね、サタンの特攻になってますね、両方ともね。なんで、まあ、これはまあいいかなと。うん。っていう感じで、なんか知んないけど、1日しかないので、スキップしたいなと思います。で、今日 Z が来たので、次は ZZ のシェゾが来て、最後ね、アルルになるのかなと思います。で、アルルかシェゾについては特大特攻の日が来るとは思うので、あと追加なんかあんのかね今回ね、うん、なんかそれの方を注力した方がいいのかなと思います。まあうんでいいと思うな、はい。ただね、最近のおはじきの傾向だとまあ無課金でやる人よ、無課金の人、これあれだね、課金、未課金できる人は別にあれなんだけど、無課金でね本当に自分の元気ドリンクだけでやる人はね、本当ねこのねおはじきね、アルルが中特攻なんですけど、中特攻だとねちょっと無課金攻略結構厳しいんですよ。なんでまあちょっとシェゾがね今回おはじきが活躍の台になってるので、まあちょっと種族相性ね、今回不気味とウスラで相性悪いんだけど、まあシェゾをね出したいなっていう感じで、なんでちょっと私はね今回パスしようかなと思います。まあもちろんねサタン、あなんかサタンもねなんだっけこれ、おはじき9やるとサタンゲットできるんですけど、で合成ですよね。でこの隠しステージがね9おはじき倒すとなんか解放されるらしくて、でこっちでねなんだっけこのサングラスはゲットできて、まあサングラスサタン、サングラスサタンってで合成を重ねていけっていうね、そういうイベントになってるんですけど、まあサタンはなんかそんな強くなさそうらしいので、まあちょっとこのねドラコケンタウロスとアミティはねちょっとパスして、明日来るね、明日でいいのかな、はい、このシェゾアルルの方にねちょっと集中したいなと思っております。まあ集中っても大して出したね回さないんですけど、はい、そんな感じでやって、ちょっと中特攻は注意という感じですね。まあでも今回はね結構その試練でなんか超必殺の秘伝書結構もらえるので、まあぷよぷよたちをね集めたいなと
思います。まあちょっと技レベルね上げないといけないんで、割とドロップしなきゃいけないんですけど、まあなんか周回していれば自然と溜まっていくのかなっていう感じで、はい、まあまあまあ、それで今回のイベントダメでもね、結構必殺の秘伝書は溜まるんじゃないかなっていう感じで、はい。あ、これ使ってなかったね。今更はい、なんでこんな感じで3アカ使った無課金攻略をやっていきたいなと思います。今回時計の書がないのかな。まあちょっとその辺もガシャのおまけについていくと思うので、うん、まあそんな感じでやっていきたいと思います。まあちょっとお助けね頑張ってるとワイポイント落ちないんであれなんですけど、はい、まあ無課金攻略でやろうと思ってるんで、のんびりね頑張りたいと思います。まあちょっといつものようにねラストチャンスでクリアするのはすごい嫌なんで、はい、なるべくね次の超アップとかで出して頑張りたいなと思います。はい、じゃあ今回はこんな感じです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね、じゃあ無課金これ頑張りましょう。まあまあ落ちてるよね。うん、封印がな、10までだね。うん、なんで10まではね頑張りたいと思いますね。でもこの前ね10までやってねサバカ倒せなかったんだよねまあそういうこともあるんで最近難しいんですけど、コラボなんでねガシャも元気ドリンクも割と落ちやすいと思うので、はい、しっかりじっくり頑張りたいと思います。それではまた皆さんお会いしましょう。さようなら。このぷよぷよコインも期待してるよ。まあ頑張りましょうね。